黒島は、大分県臼杵市の臼杵湾内にある島である。左州海岸から約300メートルの距離にあり、周囲約3キロメートル、標高27メートル、面積約5ヘクタール、日報海岸国定公園に指定されている。海水浴場やキャンプ場として有名で、黒島海水浴場は、環境省による海水浴場100選に選定されている。また、ウィリアム・アダムスや、 ヤンヨーステンが乗船したリーフデ号が、慶長5年3月16日に漂着したとされる地である。ウィリアム・アダムスは、日本を訪れた初めてのイギリス人であり、リーフデ号は日本を訪れた初めてのオランダ船であった。島には、三浦安人上陸記念碑や資料館などがある、三浦安人記念公園や、ヤンヨーステン像のある、リーフデ号到着記念公園が整備されている。 2000年4月には、リーフで合氷着から400年を記念する、日蘭交流400周年記念式典のために、日蘭両国の皇太子がウスキを訪れ、オランダのビレム・アレクサンダー皇太子は黒島に渡って、ヤンヨーステンに喧嘩した。隣接する大分県津久み市にある黒島は、同盟の別の島である。大分県内では、佐伯市にあるジグロ島、 沖黒島も総称して黒島と呼ばれる。黒島の空中写真。2007年撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。私船から見た、黒島 JR 九州日本本線左州駅下車。徒歩15から20分の左州漁港から、 随時運行の渡し船で約3から5分。ありがとうございます。